すごく降ったんだね。すごいね。これ入れないな、これ。こっちは入れねえよ、これ。うわぁ、土砂降りもいいとこだったんだな。これ入れないよ、これ。すごい雨だったんだね。すごい。強烈な雨だ。できそうですね。ネギが、ネギこれね、一回来て土寄せしてあげないとダメだしね。土寄せないとどうにもなんなかったけど、土寄せしないところはネギもダメでしたね。ネギも溶けちゃいましたね。土寄せしてなんぼでしたね。こっちはもう焼けちゃって土がなくなりました。正直ですね。ネギは使えそうなとこはありません。すごい雑草の草原畑でした。この辺はなんか虫がいますね。薬かけなきゃこれもダメですね。ニラ食えそうですね。ここもやっておかないと。相当降ったんだね。相当降りましたね。相当に降ったんですね。海だね、これは。海になっちゃったんだね。ネギが川になったんだね。川というか海というか。だそうです。もうまた耕したんだ。すごいね。もう1週間以上前だな、これ耕したのね。すごい雨量だったんだろうね、これ。100ミリぐらい降ったのかな、もっと降ったかな。こんなになったの初めて見たな。ちょっとタイヤが抜かるといけないか、あんまりもうちょっと乾いてからにしましょう。全部炭まで掘るのはとりあえず、まあ無難なところだけ掘っておきましょうか。すごい相当降ったね。
雨量だろうね。またローラー入っちゃうだけだからやめましょう。向こう耕したらもう帰るからね。もうこっち終わり。